これは黒海のバンドウイルカです。以前アドリア海のイルカについてお話をしましたね。わあ、なんて元気がいいのでしょう。バンドウイルカに比べてアドリア海のイルカの方がずっとおとなしいので、人々はお坊さんと名付けました。イルカは動物のスターであることは誰もが知っていますね。世界的な評価を得るために進化はプロデューサーのようにイルカへのセックス、ドラッグ、ロックンロールの性能を与えました。まずはネーミングについてです。イルカは英語でドルフィンと言います。ロシア語ではアファリナと呼ばれています。語源はファロスという古代ギリシャ語です。ファロスは男性器を意味しています。どんなスターの人生にも世の中の話題になるためには性行為をたくさん行うことは必然です。イルカはそれを理解し実行しています。彼らがお坊さんだとしても天使ではないし、そして性行為は彼らの人生において非常に大切なのです。イルカは見た目では男女の区別がつきにくいです。ちょっと押さないでよ。それよりその見かけ倒しの顔を見せて。この立派な防水生地のような皮膚の下にはたくさんの秘密が隠されています。こちらをご覧ください。これは受精嚢の膣があるメスの性器の周辺の部分で、この裂け目の部分は海水から性器を守っています。そしてこの2つの小さなひだの中には乳頭があります。イルカの子は口が長くて硬いため、他の哺乳類のように普通に母乳を飲むことができません。彼らが口をそのひだに当てると母乳は口の中へ、まるでドリンクバーのように流れていきます。オスの場合は性器はそのひだの裏にきちんと収納されています。必要な時はいつでもまるで手をポケットから出す時のように簡単に取り出すことができます。そして多目的に使います。性行為や日常生活でも。ジェナーの水族館でオスのイルカに輪を投げると性器を取り出し、まるでその輪と結婚したがってるかのような姿を見たことがありました。人々はこのような能力を羨んでいて、繊細からイルカについてのいろんな作り話をします。例えばオスイルカがのんきに泳いでいる人間を性器を触覚のように使い、水面下の洞窟に引きずり込み、その冷えた死体を交換するとか。もちろんそれは事実ではありません。だってイルカは閉所恐怖症なので、まず洞窟の中には入りません。イルカの性生活ではタブーはなく、古典的な異性愛に限らず同性愛やグループでの性行為もよく行われます。またデコボコのあるものによるマスターベーションや、口を相手の性器に突き当てたり乗せ合ったり、相手の頭部にある呼吸器の穴へ自分の口を入れたりする遊びも行われます。なのでイルカと会った時には自分の鼻の穴にご注意を。さてイルカの生活には性行為の問題はないようですが、ドラッグについてはどうでしょうか。その面でも悪くなさそうです。私は別に今アメリカの脳科学者ジョン・リリーがイルカに LSD を与えたことについて話しているわけではありません。イルカ自身が餌にするフグ科の魚の中にある毒のことを言っているのです。その魚をゆっくり食しながらイルカはやや軽い放浪状態に陥っていきます。ただし強い放浪に陥ってはいけません。イルカの呼吸は潜在意識により調整されているので、気絶してしまうと息も切れて死んでしまうからです。そのことからイルカに治療を与える際は一切の麻酔も使いません。お分かりでしょうか。あなたのためじゃないですよ。舌の裏を見せてください。この皮膚はすべすべで撥水効果が高く、その下の脂質の層が分厚くてとても敏感です。
なのにとても軽く触れられてる時でさえも感覚や反応はあります。イルカの皮膚に触れた時ほど気持ちいい感触を私は知りません。いくら撫でていても飽きません。イルカのスマイルは下顎の部分によってできています。大きく分厚い下顎が上顎へと上がり込んでいるので、それが笑顔へと成り立つのです。このカーブはなるべく口が大きく開くためにあります。彼らの下顎には水中音波を聞き取るための油分が含まれています。イルカには水中での音はこう聞こえます。キーキーキーという音はここから発生して、この油のレンズにより強調され、外の対象から反響され下顎に戻り、また油のレンズを通ってやっと脳の長期期間まで届きます。そのようにしてこの油の部分は音を聞くことと自分の位置が分かることに役立っていて、彼らのイメージアップもしているのです。さて、イルカのグッドアドバイスです。もしあなたがいたずらをしても微笑み続けてください。もし責任逃れできなくても温厚にことを済ませられるかもしれません。この尾びれで私を強く叩くこともできるけど、機嫌がいいことを祈りましょう。君の調査どう？いいですよ。さて、性行為やドラッグの面では全く問題がないようですが、ロックンロールはどうでしょうか？イルカほどロックンロールっぽい動物はいないかもしれません。人間をはじめ周囲のみんなの注目を集めるのが大好きだからです。なのでしっかりした水族館のプールはオープンタイプで壁に囲まれていません。誰も逃げようとしないからです。人間に対する恐怖感さえ乗り換えられれば楽しくなるとわかるからです。例えば昨日練習が終わった後に一頭のオスが私のそばまで来て口を開け、まるで口の中に何かあるでしょと聞いているかのようでした。見てみたらそこには一切れの魚が入っていました。そして私にねえ遊ぼうよと言いたげにその魚を投げてくれました。そうして私たちは10分ほど遊びました。これはイルカにとってご飯を食べるより遊ぶ方が大事である証拠の一つでしょう。そういう意味では我々人間とよく似ていますね。特にこのバンドイルカはイルカ族の中での地位と人間が人族の中で取っていた地位と一緒なのです。バンドイルカは比較的に小さくも大きくもなく、族同士の中で一番利口で一番社交的な類です。なので約2年前とても歴史深い賢明な大国であるインドは、イルカは完全に人間と類似した自意識レベルを持つ動物だと正式に認められ、国内領土において全てのドリフナリウムの利用が禁止されたというニュースが発表された時は大変喜びました。次は他の全世界の国の番ですね。楽しみです。以上、人間から見る動物でした。さようなら。